あれ今チキン南蛮食べてる、うん、うわいわゆるご飯が何合あっても足らないっていう状態、うまい。皆さんこんにちは、ミヤヘアチャンネルメインキャラクターつまつともです。お願いします。さあやってまいりました。最近は結構食が続いてますね。そうですね、農家の収穫体験から。そうです、食ですね。あれもテレビから、あれも食やね。はい、今日も食です。はい、野菜、野菜、海鮮といった、海鮮といった。次は何でしょう。なんだ、ふりかけ言うな。今日はお米です、うん、お米好きですよね、お米大好き。ご飯に合うお供シリーズということで、ふりかけやご飯のお供、個人的なランキングをちょっとつけてもらいたいなと思ってます。はい、マイスヤンキです。来ました。そして今日こちらご飯のお供9種類準備してます。素晴らしい、ありがたい。9種類の中で、まあ、個人的に好きなランキングベスト3決めてもらえればなと思ってます。そうですね、まあ、早速いきましょうか。お腹空いてますか。お腹空いてる。よし、じゃあ早速ご飯ついてください。9種類あるんでちょっとずつ大丈夫です。あ、ちょっとずつね。はいはいはい。あ、いいんじゃないですか、そのくらいで。それもやりすぎな気がする。いや、ちょ、1杯目やだよ。記念すべき1杯目やだ。なるほどね。ファーストふりかけ、ファーストふりかけの登場です。エントリーナンバー1。エントリーナンバーどうぞ。バン、宮崎戸村焼きたれふりかけ。なるほど、戸村さん。いいね、これ気になってました。いっちゃおう。はい、ステーキチャーハンとかお好み焼きにいいんだってこれ。なるほど。はあ、じゃあ僕は今回お米にかけちゃいと思います。ちゃまちゃまいきます。あら、結構いったね。ちょっといただきます。はい、まあ、なんかいいね、ルックスが。匂いがね、もう抜群にいい。うん、濃いね。濃い濃い。ふりかけなのにめっちゃ濃い。いや、宮崎牛食べてるみたい。パンツルつけてます。うわ、可愛いキャラになってる。キッズ部活帰りとかもうガッガーってもいける完璧なふりかけ。幸せだ今回。余裕は余裕かもしれないけど、味をちゃんと覚えてた。今の量あと8回食えるのかって話を、うん、次半分にします。半分にします。はい、完食。はい、次エントリーナンバー2番、こちらです。最近食べましたね、伊勢海老丼。伊勢海老だしふりかけ。伊勢海老だしふりかけ。はい、これは高級感がいいね。だしの効いた風味豊かなふりかけです、うんうん、はい、この間もほんと伊勢海老食べたばっかりやからね、ちょっと厳しくいかせてもらいますわ。はい、こんぐらいでいきます。なんか多分やけど間違いないよね。間違いない。これこれ伊勢海老の匂いもするけど、何が入ってるんだ。あ、イワシだ。イワシの煮干しが入ってます。いただきます。しっかりとたっぷりいかせていただきました。これごめん、正直だしはめっちゃ効いてる。ごまとかイワシの煮干しとか入ってるから、でバランスがめっちゃいい。なるほど、うん、ガツンとくるわけでもなく、そうそうそう、これ茶漬けとかしたらめっちゃうまいかも。あ、なるほどね、うん、いいと思います。ありがたい。へえ、こんなおる。次エントリーナンバー3、こちらです。来ました、宮崎名物チキン南蛮ふりかけ。初めて見ました、こちら。チキン南蛮ついにふりかけにしちゃった。お前大丈夫かって話よ。ほんとよ。え、俺チキン南蛮やから言うけど、うん、ダメだよ、やっちゃう。まあ試してみようか。まあ試してみましょう。行かせてもらいます。うわ、タルタル、タルタルだ、ね、うわーいいね。鶏肉感がある。あ、宮崎地鶏粉パウダー使用。あー、これいい。美味しいぞこれ。多分期待を持てる。ちょっとどうやろこれ。どうぞ。匂いはね、本当にちょっとマヨネーズ感がある、タルタルの。いただきます。あれ今チキン南蛮食べてる。そうや。え、チキン南蛮の風味、南蛮酢のあの酢の感じがすごい感じる。へえ。うん、あ、でも感じるな、チキン南蛮。やっぱこの酸っぱい感じがある。あ、これ大事。多少酸味がある、うん、酸味があって、このタルタル感いいね。卵を乗せて美味しさアップ。これ卵乗せたらもっとやばいね。卵かけご飯にそれかけちゃう感じだ。うわーいいね。うわー美味しいこれ。さあ次いきます。はい、どんどんいきますよ。4エントリーナンバー4、これちょっと面白いですよ。なんすか、眠らせ豆腐。
どういうこと？わかんないっす、これ。眠らせ豆腐。豆腐ってこと？豆腐ってことかな。田舎豆腐をそのまま布に包んで約1年漬け込み発酵させます。だから眠らせ豆腐。でこれぞ山の食文化、日本版チーズ。なるほど。どこにもない風味が癖になるシーバソンの保存食らしい。初めて知った。来た来た来た、シーバソンの保存食。シーバソンの保存食か、これ。楽しみやね、うん、ちょっと開けてみますわ。開かない、きつ。あ、これ匂いとか気になるな。あとこれ上に昆布が乗っちゃっちゃう、はい、今だから昆布の匂い強い。これが豆腐やっちゃう。で、日本版のチーズ。でもなんかやっぱ佃煮っぽいような感じするね。うんうんうん。で、この昆布もじゃあせっかくなんで一緒に。美味しそうやね、めっちゃ。うん。さあ、日本版チーズいただきます。マジでチーズだ。でげチーズ。ほんと和風のチーズ。昆布の風味とかちょっと出汁の効いた豆腐の感じも分かる。これが保存食やっちゃう。何が言いたいかって、ご飯ととにかく合う。合う。うん、めっちゃ美味しい。なんかあんま使わん言葉やけど、芳醇。うん、芳醇。リアル。うん。次いきます。はい、次お願いします。次ナンバー5。はい、どうぞ。無限なめたけ、うま辛。宮崎辛麺風味。ほえー、絶対うまいやんこれ。やばいよ、これはもう万人受けるでしょ。なめたけ久しぶり食べるな。なめたけ、よし、いただきます。はい、どうぞ。辛麺風なめたけ。うんうん、なめたけ強いな。風味ですから。うん、そうや、風味やね。そうや、確かに。でも安定にうまいな、なめたけって。無限にいけるわ。あれ、ちょっとニンニクも感じる。これうまいな。あ、後から来るね、この辛いの。うん、あ、これうまいわ。これ無限だ。なめたけってこんなうまかったっちゃ。エントリーナンバー6。これはうまそうや、確実に。どうぞ。確実にうまそう。宮崎牛ラー油。これ絶対うまいや。これは間違いないでしょう。うん、宮崎牛ラー油って絶対うまいに決まってるやん、こんな。よし、いただきます。あー、うまっ。匂いで飯いける、これ。いや、これ絶対最高じゃん。これ贅沢に、ここに。いただきます。間違いねえじゃん、間違いねえじゃん、間違いねえじゃん。でげえうめえ。辛い辛い。うん、うめえ、カレー。うわ、宮崎牛のこの油、うまみあるこの油とラー油の辛さ、バランス最高じゃん。でげえうめえじゃん、これ。めっちゃいいじゃん、それ。安定。なんでだ、美味しい、これ。これなんか他の料理にもめっちゃいかせそう。美味しかった。あ、これいいね。ちょ、僕好きです。なんかもう白米にザ合います。残り3つとなりました。はい、次こちらいきましょう。エントリーナンバー7。ちりめん味噌。うまいやつじゃん、ちりめんか。これ間違いないんじゃないかと。ちりめんの味噌。ちょっと開けてみますね、これ。はい、どうぞ。いいね、しっかり味噌だ。ちりめんがこの中に入ってるんだもんね。いただきます。うまい。ちりめんってげ入ってるじゃん、これ。めっちゃ感じる、口の中で。これ味噌、すごいご飯との相性が抜群です。だからいわゆるご飯が何合あっても足らないっていう状態で。これあれやね、まあ、ご飯ももちろん合うけど、きゅうりとか最高。あーね。うん、これうまいわ。続きまして、エントリーナンバー8。はい、こちらです。じとっこご飯だれ。これも絶対うまいやつやん。じとっこうまみ凝縮。これ絶対うまいやつだよね。ちょ、開けて匂い嗅いでみます。高菜やっちゃう。え、高菜これ。そうやっちゃう。なるほど、めっちゃ匂い。いただきます。これ結構期待できますよ。こう祭り的な期待度が高いらしい。はい、タレやからね、これ。こんな感じで行かせてもらいました。そんな肉肉しい感じじゃない。肉肉はないかも。野菜か、やっぱ野菜だ、これ。ネギだ、ネギ。ネギと、まあ、味噌の感じうまい、これ。鶏肉の、そう、旨味もある。ネギがすごいよ、結構香るネギ。うんうん、食べ応えすごい。ちゃんとそぼろみたいな感じで鶏肉も入ってるんだ、これ。美味しい、これ。朝ごはんにいいかも。あ、でもこれ、その的にはすごい上位に入ってきてくるんじゃないかなと。美味しい、ご飯だれ。初めて食べたご飯だれ。じゃあ、続いて最後です。好きなポケモンは何ですか？アロラナッシ。来た、アロラナッシのナッシーのカツオドライカレー。エントリーナンバー9番。これ大胆やね、ナッシーのカツオドライカレー。カ
そうとないカレー。すごっ。これもふりかけじゃないじゃん。やっぱカツオっていうのがまたいいね。このタイプのカレー初めて食べる。カレーや、めっちゃカレー。うわすごい、すごい、すごい。カツオのキーマカレー、これでしょ。もうご飯9杯目ぐらいになりますけど、頑張ってください。そうなるんか。いただきます。甘い。でもめっちゃうまい。すごいカツオの歯ごたえが残ってる。多分あれだね、誰でも食べれるように甘めにちゃんとセットしてある。で今これ缶詰温めずに食べたやん。全然うまいね。そう、うん、美味しい。整理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 。よし、食べ終わりました。一旦ごちそうさましましょうか。ごちそうさまでした。はいはい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ごちそうさまでした。はい、全体的な感想はいかがでした。いやまあさすが宮崎だなみたいな。うん、なんかすげえ食らいついてきてるなって思うよね。全体的に、うん、全体的に。まあゾノンが個人的に選ぶランキングを発表していきたいと思いますけど、いいんですか、やっちゃって。お願いします。第3位、ドル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 デン、これ。おお、眠らせ豆腐。眠らせ豆腐来ました。はい、これ美味しかったです。日本のチーズ。そうですね、日本版のチーズ、チーバソンで作られてる保存食。美味しかった、これ非常に美味しかった。なるほどね、想像してない味だったって感じ。もう初めて食べる味、ほんとチーズっていうのが分かります。なるほど、保存食っていうのもあるからね、大事だと思います。じゃあ前の方に。はい、第3位。第2位、はい、ダル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 ダン、これ。お、伊勢エビだしふりかけ。はい、これね、ふりかけからまさかのランクインが。うん、なんかやっぱ普通にふりかけとしてはめっちゃ美味しかったじゃん。なるほど、そう、ご飯として。そう、ご飯のお供として、ご飯のお供としてめっちゃいい。なんかね、ごまとかほんと海苔、魚も入ってるやろ、いろんなもん入ってるからすごい良かった。食べて体にもいいかも。そう、罪悪感なかった。なるほど、非常に美味しかったです。第2位ランクインということで、はい、栄えあるゾノ的ご飯のお供ランキング第1位は誰だろう。デン、やっぱり私はこの子でした。宮崎牛ラー油。なるほど、これ一番分かった、ね、これは食べてるところを見ても分かってましたね、これ1位じゃろうなって。これ一番分かった、もうゾノ一番好き。これ1ヶ月これ生活やりますか。次全然いけるね。いけるね。いけんわ、ごめん、うん、いけんわ、やめてか、やめてか。もうそんくらいうまい。うん、そんくらいうまい。これ食べやすかったな、やっぱこいつでしょ。なるほど、はい、素晴らしいポテンシャルを持ってたと。はい、宮崎にはいろんなご飯のお供がありますので。そうですね、いろいろ試してみてはという感じですね。そうですね、これ以外にも絶対あるもんね、いっぱいね。はい、ぜひ皆さんお試しあれ。ちなみにですね、はい、こちらのご飯のお供九州、これ宮崎空港だったりとか、はい、アンテナショップとか道の駅で全て揃えることができますので、ほうほうほう、皆さんそう言った時はいいですね、買ってみてはいかがでしょうか。お土産にも、はい、ぜひ。ありがとうございました。はい、ということで今回の動画はこれで以上になります。皆さんいかがだったでしょうか。もしこの動画がいいと思った人はですね、チャンネル登録、高評価、コメント、そして宮崎県公式 LINE の友達通貨もよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、マッチョカレー。ありがとうございました。